2021年スダピョングランプリ開幕戦、今日はなん本当ですね今日はすごい、今までにない、まず大所帯、そして超豪華メンバー、レジェンドドライバー揃い踏みです。それではご紹介の方はスダピョンにしていただきましょう。はい、どうぞ。はい、どうも。一応主催者のね、須田です。はい、まずね、去年もお世話になったインフィニティの下さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますで、今日は助手まあ、マーシャルじゃないことを祈って、はい、レギュラー獲得を目指して、はい、さんです。セカンドシーズンということで、セカンドシーズンね、はい、2年目のね、はいはい、インフィニティのレギュラーの三浦君です。年間チャンピオン目指して頑張ります。で、はい、レディオ側の高橋さん、こちらオリジナルメンバーですね。あ、そうですね。はい、でね、今回スペシャルゲスト、だいぶスペシャルですね。ビッグゲストですね。まさかの登場です。ついにスダピョングランプリにワールドチャンピオン経験、ワールドクラスが、はい、そうですね。じゃあ行っちゃいますか。はい、行っちゃいましょう。はい。はい、原敦史選手です。どうも。お久しぶりです。お待たせしました。お待たせしました。僕も会うの8年ぶりなんでね。そうですね。もうだいぶ経ってますね。もう今日本に帰られたということで。はい、今日本で。はい、拠点を戻してやってます。ちょっとすいません、スダピョングランプリね、全然ルールも何も分かってないと思いますけど、大丈夫ですか？大丈夫です、任せてください。大丈夫、僕このおっさんたち意外に早いんでねまあまあ頑張ると思うんで、はい、負けないように頑張ります。みんなね、原くんに勝つ気で言いますからね、はい、余裕でしょ。余裕でしょ。あ、そうそうか、はい、そういうことでね、はい、まさかの原くん電撃参戦ということで、はい、そういうわけでスダピョングランプリ2021盛り上がってまいりましたね。開幕戦ね、開幕戦から盛り上がってまいりました。今回ね、6人なんですよね。6人 で, です。もう映りきらない、映り入りきらないですね。で、ちなみに車は、車はね、一応開幕戦、じゃあ持ちますよ、こっちで、はい、はい、預かります。去年ね、8月頃に使ったフォーミュラ E をね、僕があのマクロケがあまりに見にくかったんでレッドブルカラーに上から塗り直して、なんだ、ビッグスポンサーでレッドブルスポンサーでしたかと。それ、ビッグスポンサーはインフィニティさんじゃないですか。俺たち出る方だけなんで、ね。これ、勝手にやってるだけなんで。賞金獲得に来たんだけど。燃えてるんです、はい、というわけでね、まあ、車的には、タミチャレ GT とかタミチャレ E の仕様なんで、うん、いつものごとく15でございます。あれ、前回誰買ったっけ。もう半年。ラスト、マイティフロックでしょ、最後。違う、これ、この通り。半年前。これ、多分僕だったような気がする。これいや、高橋さんじゃないって言ってた。いや、俺も違うんじゃないかなと思って今。下君が1回勝った気がする。で、次は秋代だったかな。秋代だった。だった気がしますけど、まあちょっと、原君、最近こういうラジコンが出てるの知ってます？あ、知らないっす。ちょっと、速さにびっくりするかもしれないですけど。驚きますよ。はい、まあ、なんで1周しかないですからね。1周なんで、ベストラップ対決ということで。コースも覚える前にこれ、終わったんじゃないか。1周もしたときない。原君はあれか、IFS も初体験なんだ。まあ、そこはワールドチャンピオンなんで大丈夫ですよ。まあ、ちょっとまあ少し練習させてやろうか。まあ、2周ぐらい。はい、じゃあ。もうちょっと先に言ってみます。練習いらないです。おおおおさすが。いや、まあ、こうじゃないですかね。さすがですね。見習えよ。頑張ります。そういうことで、じゃあ、はい、今年よろしくお願いします。いきますか。はい、お願いします。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。はい、はい、これでしょ。おお一番。はい、最初はグー。じゃんけんぽい。お、おめでとうべきだ。おぉ。最初はグー。じゃんけんぽい。わかった。最初はグー、じゃんけんぽい。で、1、2、3、おっさん3人。1、1、1。高橋何番ですか？5がいいですか？いや。6がいいですか？3。あ、無難な3。ここですね。はい、3で。はい、で、スラペンは？僕はね、4。あー、ね、そうね。意外とみんなあれですね、その最初の方に行かないですね。これ最初が有利なんじゃないの、これ。ああ、なるほど。でも、違うの。原さんは多分何も見れない状況です。本当にしてもね。で、はい、で、高橋さんとこ？あ、じゃあ。1、2、5。じゃあ、俺2。いや、そうなるよね。すげえ、ここ、男出んのかな。一番最初と一番最後しかないってこと。そうそうそう。これどっちがいいの？最後のが盛り上がるんじゃないかな。まあ、一番最初は一番元気かもしれない。でも、一番最後は
一番見れます。鳥だよね。僕は鳥を見てみたい。いや確かに。じゃあ、鳥ですね。希望が多そうなんで。ですね。じゃあ、最後に行きます。すいませんが、すいません。ああ、そうね。バッテリーギンギンの時に。一応負けましたが、すいません。でもなんか最初に秋雄がタイム出されるとなんか萎えるかもしれないね。げんなりする時あるんですよね。一応やっとこうか。確かにそれはわかるんですよ。僕5でもいいです。いや秋雄さん、いいですか、まあ、空気読めると男だと信じてる。いや、あの新年一発目いいですか。あんまり読んでんの見たわけないですよ。ないな、一度もないな。これ握っちゃったらもうガチャガチャ。よし、言いましょう言いましょう。背回り、ま、背回り、背回り、背回り、一周だけ回って、そのままタイムアタックですよ。はい、了解です。はい、開幕戦トップバッターは総武衛くんです。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、相変わらず早いですか、これ。さすがに早いですね。竹尾さん握ってもいいですよ。握っていいですか。あ、いいですよ。あんまりこう握っちゃうとほらみんなまで電池が迎えてくれる。秋尾ちゃんあれだろ、電池温存してるんだろ。まだね。俺まで電池残したよ。これはね、あ、もうこっからじゃあ行きますよ。開幕戦トップバッター祖父江秋尾です。スタート。ストレートは真ん中を選んでます。うわ、緊張する。あ、結構ラインはちょっと甘めです。秋尾さん、フラジックなし。あ、あのね、すごい緊張します。なんか甘々ですよ、僕、秋尾さん。あれ、すごい緊張するぞ。昨日練習してたはずなんだよ。でそれは言わないでください。なんかあの速いマシンの方が上手なんじゃない。あ、いいですね。最後はどうですか。あ、待ってよ、はい、俺、取れなかった。これモードが、これリコモード、おっと、いきなり、おっと、僕のタイム抹消ですか、もう。いやいや、そうすると秋尾さんもう一周増えちゃうんですよ。いや、もうね、もう正直あの緊張してすごい。そうするとちょっと早くなっちゃう可能性が大なんですよ、秋尾さんは。31秒88、31秒88ね。31秒88で、はい、はい、あれ、でもなんか前はなんか30秒台が出てた気がしんで、なんかそんな感じはするんだけど、そんなほら、タイヤがやっぱり冷えてるんで。え、ほら、タイヤがやっぱ冷えてるんで。これ押すのダメがいいですか。秋尾だな、もう終わってるから。これどうします。ここスタートでストップ、ストップ、こっちでしょ。こっち、あ、でもいいよ、こっちでもいいよ、別に。難しい、これ難しいですね。常に優勝を狙う岩さん、どうぞ行ってください。今年初のラジコン。ちょっと不安ついてますね、やっぱり。バキッといってますね。一発目のレースなんで。おお、バンコク使ってます、ね、ね、おお、はい、はい、高さですよ。はい、スタート。2番手、三浦くんスタートです。少しインライン。社長のタイムは、あ、そうだ、まあ、まだ継続中です。継続中です、まず。やっちゃった。あの車で追い込んだら今日は助手。まあ、マーシャルじゃないことを祈って。ねえ、まさか乗り越えると思った。行けるとこだったら、まさか。三浦くん、やりました、開幕。2021年、いい幸先いいスタートだね。繰り返りましたね。さて、でもまだね、まだね、まだ生きてるからね。まだみんなやる可能性はあるから。ゴール。58秒。そんなに良かった？結構早かったですね。途中明け止めたいじゃないか。止めたい、一回時計。止めてる。明けは早かったんだよ。あ、おかしいんだ。
三番手は三番手下さんですね。はい。ああやっちまったぜ。よし、ドベはなくなったな。本当ですね。分かんないよ。攻めすぎるとああなる。そう、本当。ただバッテリーなくなったらね、多分原くんが。そうですね。走り切れるのか。どうぞ行ってください。行ってます。全然違う。こんなに少ないの？あ、今回ね、うん、前はデフだったけど、フロント今スプールなんですよね。ああ、なるほど。ちょっと変わってるんだね。スプールの前でちょっと速くなってる。あ、遅くなってるの？速くなってるの？じゃあ、はい。下線スタート。私もチャンピオングランプリにかけて、もう猛練習しましたからね。シモ君は昨日も走ってたんだっけ？そうです。あまり込みできてるからね。ラインはちょっとかなり甘めです。甘めはそうですね。すごい今速かったですわ。やばい。このバーッと絡んだね。あそこはベストライドだ。なんかだいぶ置きに行ってるな。坂脇でしたよ。置きに行ったライドだぜ。ちょっと置きに行っちゃったかな。31秒38。そう、前回もっとこう来たのになみたいなのが結構ある。ザピョンですね。ザピョン、ザピョン。はい、これを、いや緊張してきた。さあ、これで4番バッターですね。カメラ、今日、うん、あれだね。4番バッター。メガネもしてるね。メガネでした。はい、では。はい、行きますよ。さあ、オーガナイザーのスザピョンです。これ今練習走行ですね。あれは、これは58秒8だ。これやべえな。あれ、結構なんかみんな難しそうだね。みんなスーパードライバーがみんな難しそうにしてるからね。難しいのはいけるんですよ。これなんかちょっと難しいな。難しい。それではスザピョン開幕戦一発目。あ、これは次に決めてほしいですね。あの。あ、そういうパス。ああ、だいぶ甘い。だいぶ甘い。スムーズさがない。あら、あらどうしたのスダピョン、ちょっと緊張しすぎじゃない？やべえ、これは。ああ、惜しいじゃなくて危ない。お前みんなそんないんだったのに。ほぼ同じ。ボスが言ってたもん。え、なんでそんな。あれ、4打使い今の。なんかね、ユリがね、動かないんだよね。4打つは三浦さんの1000倍特許だから。32秒38。今はちょっとあれでしたね。ちょっとね、緊張しちゃった。緊張しちゃいましたね。なんすか。32、38。始まっただな、これ。ゼロ出ねえの。じゃあ行きますよ。はい、さあここでガガ高橋。ああ、これまっすぐ走るの難しくない？なんかふらついてるね。あ、これね、なんか緊張するの分かるわ。緊張しますよね。そういうマシン、多分ね、緊張が必要なマシンなの。はい、いきましょう。ちょっとアウトから入りました。視界が狭くなるマシンだよ。視界が狭くなる。おー、ちょっと。おー、最初のライトだ。おー、おー、おー、さあ、おでんの口でも変え。おー、攻めに攻めて。絶対負けない。どう、原君、結構パワーあるでしょ。
重すぎありますよ。おお。ルーキー原。初めてのコースなんだ、すごいよ。そう今これ一周です。一周。そう。うまいな。世界の原さん。忘れてる。行きますよ。スタート。しかももうすでに誰も。さて、世界の。緊張するってなんかわかる気がする。わかるでしょ。かなり。さてさて。チャンピオンクラスを従えた気分はいいですよ、須田さん。参りました。で、4みたいな。スタジオングランプリはね、なかなか厳しいよ。厳しいですね。俺ちょっとね、足振るってたんですよ。あ、マジで。世の中の厳しさを分かって、ね。じゃあ一応、トップタイムがガガ高橋の。すごい。さすが良かったですよ。ありがとうございます。2番手がしんもくんとあきおちゃん。すごいですね。でもこれはすごいですね。初めての同タイム。初めての同タイムで。次が、あ、一応僕なんだ。そうですね。スラピョンさん意外に地味に4着。そう。ハラボーで、ルーキーハラの、いや、ビューラックダントツのね、社長のぶっちぎりで。いや、20秒以上遅れてね。いや、開幕戦面白かったね、ちょっとね。面白かったですね。波乱の開幕戦でしたけど。ちょっとね、車が難しかったよ。そうね、これ車がちょっと難しい。緊張するんですよ。これね、あれですよ。僕たちだから運転できたんですよ、これ多分。じゃあ、第2戦、そのまま行きますか。行きますか、逆回りで。はい、じゃあ、原くん、これ、一応、逆回りでやるというルールになってるので。いきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、三浦君から。そうですね。六番。そうか、そういう。僕らどうします？そういうルールでした。じゃあ、じゃんけん。じゃんけん。じゃんけん。じゃあ、そこは下さん譲りますよ。いやいや、いいですよ。じゃあ、最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、ここでしょ。いや、ちょっと原君、次見せ場が来るからね。もう練習は終わりです。もう映してももらえてないですから。めっちゃ今面白かったんだよ。見てなかったよ。いや、あいこがずっと二人で仲いいね。この最後のこの二つのはね、どっちが先にやるかだけど。どうタイム始めるの？これまた回ってからでいいね。あ、もういきなり行きますか。え？いきなり行きましょう。練習なし。練習なしで行きましょう。もう本当のなしです。大丈夫です。大丈夫です。練習なしだって。なしです。で、こっからでしょ。この辺からでいいんじゃないですか。加速していっていいの？加速していいです。これは初のあれです。おっと、逆走。線からでしたから。練習なしになりました。この辺から行くよ。行きますよ。いいですか？いいよ。アキオ、マーシャルの準備は大丈夫？あ、大丈夫です。案外、これ練習しない方がみんな思い切って走れるのかもしれないよ。でも逆回りマーシャルもうまいんだよね。質問も早いし。うまいし。質問も皆さんだけ。あ、ここもそう。あ、これもなんか、いや、これはしないでも。なんか、これ、もうあれだよ。こっから遅くなるよ。はい。お、いきなり決めてきたね。よっしゃー。31秒、98。よっしゃが出ましたよ。よっしゃ出ましたよ。自分でちょっともう。よっしゃ出ましたよ。はい、はい、次払おう。よっしゃ、で、皆さん、さっきより20秒以上早いです。だからよっしゃ。ちょっとゴールしたから。いいさ。はい、だよ。スタート。スタート。お、いいですよ。いいスタート。原君、この周り初めてだもんな。すごいよ。すごい、すごい。本当。初めてなのに。すごいですよ、この問題は。おお。
秒33。負けだ。負けだ。そう思ったら、ギムさん相当早かったそうだったらよかったよっしゃ次俺か次サンサン走りのふらつきもなかったもんね、はい、よっしゃ聞いちゃったドベにならないように頑張ります。はい、頑張りましょう、須田さん。はい、行きます、はい、一発スタートです。練習じゃねえんだよな、これな。そうそうそう、すごい緊張した。ダメだ、あんま緊張しちゃう。スタート、ね、お、お、いいですね、今。今、あれ決まったね。ここも、おお、いいんじゃない、いいんじゃない。ここだよね。おお、ちょっとだけふらついて、あ、ちょっと絡んだ。でもね、あんまロスはないと思う。あ、これ早い。お、あれ、お、なんかみんなうまいな。あ、ちょっとふらついてるよ。攻めてるな。あれ、あれ。31秒93。おお、おお、え、トップ、トップ。いや、暫定トップ。マジ？三浦君にちょっとだけ勝った。よかったもんだって。緊張してきた。緊張してきたの。おお。あらららら、ら。すごい緊張してきた。こうまっすぐにしてはいいんですかね。いいよ。もうちょっと助走つけてもいいですか。いや、緊張すんなこれ。嬉しいな、下さんの走り見れるの。いきますよ。スタート。おお、決まった。今逆回り練習してたの、これ。おお、決まったよ。もう決まった。すごい。わいや、まあいいね。これは取りに来たな。あ、来てる、来てる。これ来てるわ。ちょっと狙ってるんだよ。今日朝早くからこのためだったんだよ。しもくん9時前から走ってたからね。そうなんだよ。これ早いわ。これ早いわ。これずるいわ。これも決まったんじゃないですか。31秒78。はい、早いよ。わー、すごい。トップですね。トップ。めっちゃ僅差だよこれ。めっちゃ僅差。めっちゃ僅差だよこれ。すごい緊張するんですけど。あきょちゃん、同タイムお願いします。え、何でしたっけ？31秒78。今決まったね。今決まった。決まった。緊張します。決まった。いいですか？いいよ。はい、どうぞ。うわ、緊張するなこれ。いきますよ。はい。さあ、気をスタート。おお、決まってるね。あれ相手のラインなのかな。相手なんだろうな。おお、あんまりふらつきがないから案外早いよこれ。案外かな。ちょっとまだ緊張してる。どうですか。32秒08。あれ、やっぱあのラインなんだ ね。やっぱあのラインがあれなんだね。さて現在トップは下田です。はい、31秒78。さあ、だが高橋今年は輝けないで、ね、2連勝。これ2連勝したらもう死んでもいいわ。それ完全にフラグ立てに行ってます。じゃあ行きます。はい、はい、開幕戦最終勝者ガガ高橋です。あー、おー、攻めに攻めて攻めるなぁ。おお。ちょっと頑張らない無理にもストイックですね。はい、31秒99。あー、あそこの落ちたやつかな。0.01秒差だ。第2戦レベル高いな。レベル高い。レベルめっちゃ高い。じゃあだ優勝は逆は下さんが僕ですね。下くんでした。はい、
もしかして2番手ってレベル高いんだけど、これ2番手は2番手は2番手、スタピオン。やったやった2番手俺で、3番手が俺、おっさん3人で三浦くんね。ここめっちゃ高いよ。0.01 のこと。ほんとだね。あーで、あ、高橋さんがいて、そう、秋尾ちゃん、あ、秋尾ちゃん、あれでしたね。そう、ちょっとね、輝かなかったですね。もう引退か。だいぶ追い込まれてますね、これ。で、原くん、やっぱりちょっと逆襲練習なしはちょっといきなりやった。いや、やっぱダメでしたね。いや、ちょっと。やっぱ百戦錬磨のつわものだから。そうだね。でもみんな本気でやりすぎない。そう。これめっちゃ本気や。こう言われるからね、他で。負けたねって言われるから。負けは負けですからね。それは認めますよ。いや、そんな感じで、ね、とりあえず開幕戦はこんな結果でしたが、はい、いやちょっとじゃあ、初参戦の原さん、はい、感想をお願いします。いや、あの、すごいレベルが高くてあとあの、緊張するっていう意味が、今までに感じた。何かそういう緊張感はあって、でもまあ、あの面白かったです。ああ、ありがとう、はい。そうだね、原くん、これ開幕戦終わったとはいえ3週しかしてないもん。そうですね。まだまだね。まだ IFS 3週しか走ってないというね。そうか。まあちょっと豪華ゲストを迎えてね、非常に面白い展開になって、はい。まあこれからもたくさん呼んでくるので。そうですね。まあ今年もこんな感じで始まったんで、まあなるべく今年もね続けていきたいと思ってます。じゃあまた。皆さん出ていただけるならよろしくお願いします。よろしくお願いします。戦ありがとうございました。ありがとうございました。やったこれ原くんに勝ったね。これはこれガチ負けしました。ガチ負け一生の自慢にするよ俺は。次 HPI トラックでしょ。そうです。まあでもこういうのがやっぱりなんかね楽しさをそうでしょ、そうでしょ、伝えられればこれでいいわけですね。そう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 、で結局差っていうのはこういう差になるわけですね。